約100人の中国人男子大学生が10月上旬、突然下痢と嘔吐をし始めました。賛成財系大学当局が症例の発生を公に発表するまで数日かかりました。 10月8日の夜、大学当局はノロウイルスによる感染だと簡単に説明し、また感染拡大防止のため、寮の6階にいるすべての学生を寮で隔離したと述べました。匿名の学生は10月6日の夕方、寮内の男子学生たちが次々とオー吐し始めたと、エポック・タイムズ紙に語りまままししした。た。た、こののののの学学生生生にによよると、6階のほぼ全ての学生にオート症状が出ました、ま、たより深刻なケースも寮の別の階で発生しました。 彼らは隔離されており食べ物は学校によって提供されていますエポック・タイムズ紙によると学生たちはソーシャルメディアのグループチャットを通じてクラスリーダーから隔離の通知を受けましたまた誰も6回から外に出ることを許されず学生はテーブルや椅子ベッドなどを全て消毒用漂白剤で拭いて寮内を自分たちで消毒することを求められました学生はまた学校側が感染者数を公表せず治療ました は学校の診療所ししか認めていないなと述べましたつまり学外の評判の良い病院で治療を受けることができないのですまた学校の診療所では検査の内容や結果などについて学生たちには知らされませんやがて寮の他の会でも感染が報告され始めたと学生は語りましたまた症状が出たのは約100人だと彼は推定しています 学校は10月7日、すべての授業を休校にすることを決定したと発表しました。いつ授業が再開されるかはいまだ不明です。エポック・タイムズ紙によると、多くの学生が事件についてメディアに話せば、学校からの報復で卒業を妨げられるのではないかと恐れていました。